キリュウドラキリュウライター第20回のスカッと爽やか杯は4日間の短期決戦、いよいよファイナル優勝戦第12レーススタート展示を行います。対戦の6選手は1号艇藤井武人チルトマイナス 0.5、 2号艇小野達也チルトマイナス 0.5、 3号艇飯山康史チルト0、4号艇堤昇チルトマイナス 0.5、 5号艇永井氷也チルト0、6号艇秋山直之チルトマイナス 0.5。 優勝戦の第12レース部品交換はありません。重量調整3号艇飯山康史選手が 0.5 キロの調整を行っております。3番の飯山 0.5 キロの重量調整を行っております。競争水面は優勝戦イロハス競争第12レーススタート展示が行われています。優勝戦第12レースのスタート展示、進入台形はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の台形です。ただいま行われました優勝戦第12レースのスタート展示、進入台形はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の台形でした。競争水面優勝戦第12レースの周回展示を行います。1番藤井武人モーター57、2番小野達也モーター35、3番飯山康史モーター41、4番堤昇モーター68、5番永井氷也モーター42、6番秋山直之モーター56。以上の6メンバーによりましてボートレース気流ドラ気流ライター7月の第2節はポイント争いの4日間の短期決戦でした。第20回スカッと爽やか杯優勝戦イロハス競争第12レースを行います。